w マップの観測データから作成された、セレステア 3D 描画ソフトにより作成された、イメージ w マップコールドスポット、または CMB コールドスポットは、マイクロ波で観測した場合に、宇宙マイクロ波背景放射の推定される特徴と、比較して異常に冷たく大きな宇宙の一領域である。アメリカ合衆国の宇宙探査隊、 コールドスポットの半径は約5度で、中心は銀河座標では E イコール207.8度、B イコールマイナス56.3度である。したがって、天球上は南天のエリダノス座の方向にあたる。W マップコールドスポットの存在は欧州宇宙機関の CMB 観測衛星であるプランクタンサ隊による2013年の観測でも、 同様の優位さで再確認されているこれによって、コールドスポットが W マップ探査隊の観測機器のシステム誤差が作り出した実在しないイメージである可能性は払拭された。典型的な CMB の温度揺らぎの割合は10から5のオーダーであるが、コールドスポットの温度は CMB の平均的温度である約 2.7K よりも約70ミュケ低い。典型的には、 CMB の原初の温度揺らぎの最大のものは角度スケールで約一度である。したがって現在広く受け入れられている理論モデルではコールドスポットほどの大きさの冷たい領域が現れるのはごく稀なことであることになる。成因については様々な異説が存在するがその一つがエリダヌスザ、スーパーボイドあるいは巨大ボイドと呼ばれるものである。これは 差し渡しが外力 150mpc、または5億光年の非常に大きな宇宙の領域で、Z1 の赤型変異を持ち、その領域の物質密度はその赤型変異における宇宙の平均的な物質密度よりもかなり低いと考えられている。そのようなボイドは観測される CMB2 積分、ザックス・ボルフェ効果を通して影響を及ぼすことが可能である。 もしこれに匹敵する他のスーパーアボイドが存在しないのであれば、これは観測可能な宇宙の最大の大規模構造の一つであることになる。w マップにより記録された最初の年のデータの中からエリダノスザのある領域が他の領域より温度が低いことが発見された。引き続いて w マップにより3年以上にわたり収集されたデータを用いて、 ガウス確率上を用いたシミュレーションでは、この程度の偏差が見出される確率は1.85%であることが判明した。つまり、初期条件を除いて、我々の宇宙と全く同じコピーが1万個存在したと、すると、そのうちの185個の宇宙の中では、コールドスポットのような現象が観測されるということである。したがって、コールドスポットが 宇宙のインフレーション中の量子揺らぎによる標準的なメカニズムで生成される可能性はかなり低いように見えるが不可能ではないことになる。コールドスポットについての一つの可能な説明は巨大なボイドが我々と原初の CMB の間に存在するというものである。ボイドは地球型積分ザックス・ボルフェ効果あるいはリース・シーアーマー効果により見かけ上視線上に 周辺よりも冷たい領域を作り出すことができる。講師がボイドの中を飛行する間ダークエネルギーがボイドを拡張しないのであれば、この二つの効果は非常によく似たものとなる。2007年8月に、ラットニック、ブラウンとウィリアムズはアメリカ国立電波天文台ウェラスカイサーベイでのコールドスポット方向での銀河数の計測において、一つのリップが発見されたと主張した。 これは赤型変異がほぼ Z イコール1のスーパーボイドの存在を示唆する。マクン他は独立に同じサーベイの全観測エリアについてのウェーブレッド解析を使用して相関を見出した。ただしスーパーボイドに関する示唆は明示的には前に出さなかった。大きなボイドがいくつか宇宙で存在することが知られているがコールドスポットを説明するにはボイドは異常に 大きい必要がある。そのようなボイドは60から100億光年離れた差し渡し10億光年に近いものになり、おそらく大規模構造という点では、コールドスポットが原所の CMB に起因して発生する場合より可能性が低い。2008年5月にアーカイブプレプリントサーバー上に2本の論文が掲載された。1本はスーパーボイド説に否定的なものであるが、他方は 間接的に支持するものである。まず、スミスとヒューターは、ラットニック他が主張するように確かに、NVSS のコールドスポット付近の銀河密度に優位なディップは存在するが、それは、コールドスポットの中心にはなく、コールドスポットの中にディップを含まない円を多数描くことができることを見出した。これは、コールドスポットが NVSS データが示唆するように、 スーパーボイドに起因するものではありえないことを証明するものではない。これは、ベーズ統計学的な手法を用いて、コールドスポットがスーパーボイドに起因するという証拠は、非常に根拠の薄いものであることを検証したに過ぎない。50個のスーパーボイドが、宇宙マイクロ波背景放射状に残す積分、ザックス・ボルフェ効果による痕跡の平均的な例。 カラースケールはマイナス20からプラス 20K。これはスーパーボイド説を間接的に指示する観測事実である。2番目の論文でグラネットニーリンク及びソプリはスローンデジタルスカイサーベイの明るい赤色銀河カタログの中の50個のスーパーボイドと50個の超銀河団と CMB のこの方向から来る信号を比較したところ非常に有意に スーパーボイドと超銀河団が CMB の上にそれぞれコールドスポットとホットスポットを作り出していることを発見した。これは、まず間違いなく、積分・ザックス・ボルフェ効果の最もクリアーな検出であり、ダークエネルギーが宇宙の膨張を加速していることの証拠を与えている。またこの発見は、スーパーボイドが CMB に計測可能な効果を与えることを示しているので、 コールドスポットについてのスーパーアボイド原因説を指示するものでもある。ただし、コールドスポットは SDSS のサーベイでは観測できないので間接的な指示に止まる。2007年の終わりにクルーズ他はコールドスポットは宇宙の初期における真空の相転移の名残であるテクスチャーが原因であると論じた。この説はかなり突飛であるが、コールドスポットを説明するには とてつもなく大きなスーパーボイドが必要であることを考えれば一向には値する。ローラ・メルシニー・ホートンによる論争の的となっている主張は、コールドスポットは我々自身の宇宙を超えたところに存在する平行宇宙の痕跡であり、この平行宇宙は宇宙のインフレーションによって分離される前に存在した複数の宇宙の量子も連れにより生じたというものである。 ローラ・メルシニー・ホートンは、標準的な宇宙論は、このように巨大な宇宙穴を説明できない。として、コールドスポットは、我々自身の地平線の円を越えたところにある、他の宇宙の、見間違う、はずのない痕跡であるという得意な仮説を立てている。これが本当であれば、平行宇宙の最初の実在の証拠ということになる。この説は、超弦理論も支持している。 彼女のチームはこの理論についての検証可能な結論が存在すると主張している。平行宇宙理論が正しいのであれば、研究の北天に同様のボイドが存在するはずである。ミシガン大学の研究者が WMAP コールドスポットのデータに対して行った初期の研究にはコールドスポットについて計測された元来の優位性は使用された統計モデルによる人為的影響であり、 他のモデルでは統計的に優位な東方性からの逸脱は観測できていないとの示唆がある。ありがとうございます。